Think Clearly 最新の学術研究から導いたより良い人生を送るための思考法。今回は世界29カ国で話題沸騰中の大ベストセラー Think Clearly を要約していきます。この本には現在の複雑な世界を生き抜くための具体的な指針が書かれています。著者のロルフ・ドベリ氏によれば、私たちの脳の進化はあまりに速い文明の発展スピードに適応できていないとのことです。私たちの脳は石器時代から進化しておらず、マンモスが草を食べていた時代から変わっていない。そんな時代に合わない脳で複雑な現代社会を生きようとする私たちは、当然考え方においても生き方においてもミスをします。そうしたミスを防ぐには、最新の学術研究から導いたより良い人生を送るための思考法が必要であるとのことです。ではその思考法とは何なのか、今回は特に大事な次の2つの思考法に絞って解説いたします。1. 何でも柔軟に修正しよう。 2. 幸せを台無しにするような要因を取り除こう。これら2つの思考法を今回の動画でサクッとマスターしてしまいましょう。ではまず1つ目から。この思考法を一言で言うと、最初に念入りに計画を立てて成功を待つよりも、ある程度の準備だけをして計画をスタートさせ、状況に応じて調整を加えた方が成功する確率は高いということです。なぜでしょうか？それは現代はあまりにも変化が早すぎて、いくら周到に計画を立てたところでその先何が起こるかわからないからです。5年前には誰もがスマホを持ち、 LINE でやり取りすることが当たり前になるなんて誰も予想していませんでした。どんな専門家でも未来を予測することはできません。もしかしたら1年後にはスマホがなくなったり、 Twitter や YouTube がもはや廃れ、新しい SNS が世界を席巻しているかもしれないのです。昔ならじっくりと計画を立ててもうまくいきましたが、現代のような変化の激しい時代では、計画を立てている間にその計画自体がもはや時代遅れになっているということさえあります。例えば私はスナップチャットを伸ばそうとじっくりと計画を立てていたのですが、その間にスナップチャットの人気は落ちて、私の計画は水の泡となってしまいました。だからある程度の準備だけをして計画をスタートさせるのです。そして変化していく時代に応じて修正を加えていけばいいのです。僕らはつい一度決めたことをそう簡単に変えてはいけないような気がしてしまいます。しかし最初から全てを完璧に見通そうとすること自体が無理なのです。後ろめたさを感じず、迅速に修正できる力をつけた方が得策なのです。この思考法は多くのインフルエンサーが言っていることとほぼ一致しております。ホリエモンは、計画は立てるな、まず走り出せ、そして走りながら軌道修正しろと言っています。では次、2つ目に参りましょう。幸せを台無しにするような要因を取り除こう。この思考を一言で言うと、人生の豊かさは何を手に入れたかではなく、何を避けるかで決まるということです。具体的に説明していきます。何が人間を幸せにするか、2500年も前から哲学者や神学者、心理学者、脳科学者などの天才たちはこの問いに答えを見つけようと躍起になってきました。しかしその結果はお粗末なもので、社会とのつながりは重要で、生きがいはあった方がよく、道徳的な行動をとったりするのも悪くないという程度しか分かっておりません。どれも私たちが思いつきそうなことばかりで、さらに曖昧極まりないですね。生きがいを見つけろと言われても、これもまた一つの哲学的な問いになってしまいます。つまり何が人間を幸せにするかと言われても抽象的な答えばかりで、具体的な幸せな要因に関することは未だにはっきりと分かっておりません。それに対して幸せを台無しにすることについては極めて具体的に分かっています。それは例えばアルコール依存、麻薬、慢性的なストレス、騒音、長い通勤時間、嫌な仕事、失業、不安定な結婚生活、自分への過度な期待、借金、孤独、愚痴っぽい人たちとの付き合い、周りの評価を気にしすぎること、他人と常に比較されること、被害者意識、自己憎悪、嫉妬や怒り、睡眠不足などです。これらは具体的なものが多いので、今日からでも努力して避けることができます。まとめると、幸せになるために何を手に入れたらよいかについては具体的にはよく分かっていない。しかし幸せになるために何を避けるべきかについてはとてもよく分かっています。だからこれらを避ける努力をしましょう。そうすれば幸福な人生につながるということです。この思考法は私も本当に目から鱗が落ちました。私もつい幸せになるために何を手に入れたらいいのかと考えていました。いろんな本を読み漁っても結局、生きがいだとか自由だとか抽象的なものが多く、
じゃあ具体的にどう行動すればいいんだよと怒りさえ湧いてきました。しかし自分が嫌いなものならよくわかるのです。この嫌いなものを排除する具体的な行動なら起こせる。そして嫌いなものを取り除けば不幸ではなくなります。日常に不幸がない状態、これこそが幸福なのではないかなどと最近は思っている次第でございます。皆さんも不幸を取り除くための具体的な行動ならわかると思うので、それを粛々と実行しましょう。幸福になるために何が必要かなどと頭で悶々と考えていても出口のない迷路に迷い込んでしまいます。それは2500年間哲学者が取り組んでも答えの出ない難問なのですから。では本日のハイライトです。本日は次の2つの思考法について学びました。ぜひ念入りな計画よりとりあえず計画をスタートさせ、状況に応じて修正を加えましょう。そして幸福とは何を手に入れたかではなく、何を避けるかで決まるということを知りましょう。本日は以上になります。今回の動画では説明しきれなかったその他の思考法についてはパート2の動画で解説していますので、ぜひこれもチェックしてみてください。今回の動画がためになったという方はぜひポチッとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。